東工廟は、中華人民共和国湖南省調査市調査県、那市街道にある道館である。東工廟は、山門、劇場、石橋を、大殿と、変天骨の部分から構成して、敷地は11世、建築面積1852平方メートル。南北朝時代の南朝張張の転換3年、地元の民衆が、真の大移動の孫の東あ氏とたの塔を記念して設立。 東大の新女列伝六十四人一に、お調査林小賛中結露居の陽一白露食い字玉と記されている。新の同知年間の調査検視に、東高寺新人病、有明堂と六甲なしし、総伝病立て治療転換中、まで、今1004年確か、清志健流中秋生園四重州、高日出水祭、木頭町王、皆、 豊か二年も保護を危うう、まと宿と、同県離行新人ともよ風号十一年三月礼部義宗順余、列入支店と記録されている。新の道地十一年、道地メカドから、民来四福の額を賜った。高所二十一年、三勝林雲の額を、湖南純文を大長が書いた。1966年、毛沢東が、文化大革命を発動し、 道館の宗教活動は中止に追い込まれた。公営兵により、大道館などの宗教施設が徹底的に破壊された。館内のすべての文化財が消えた。1986年、調査士人民政府は道館を調査士重点文物保護単位に認定した。1988年は道館のタワム台と山門を重収した。1990年に道館が、 宗教活動に回復する。1994年に大規模な再建が行われ、変額は歴史の資料として再び書かれた。1996年、湖南省人民政府は同館を、湖南省重点文物保護単位に認定した。ありがとうございます。